はい、ピースケでサックスやっていきますということで、やばいガチャが来ました。タコさん、佐伯、同栄がね、ピックアップしているスプリングフェスタですね、いきたいと思います。で、4回目で PSR 確定の誰かですね、6回目はなんとオクタビアが確定しているということで、かなりいいガチャなんじゃないかなということと、左下初の、はい、出現率アップでございます。ありがとうございます。確定分がね、いつも出現率アップしてなくて、まあずっとね、確定分しか出ねえみたいな感じのガチャがずっと続いてたんですけどね願いが通じたというか、まあ、最近結構ねここが渋いんですよねみたいなと言って、もしかしたら見ててくれたのかな、あざすということで、はい、行きたいと思います。で、20キャラ厳選の、こんな感じです。まあ、レイリーがリーチなのと、カンパチもリーチなのと、先駆けも欲しいっていうぐらいかな。闇の森、闇のじゃねえや、アーサーもリーチって感じですね。はい、なのでこの辺、まあでもオクタビアと佐伯が欲しいですね。佐伯が今46とかなので、うん、まあ、また PSR の解放と、王子の方もね、今プラス3とかまでやっときたので、その辺の解放ができればいいかなということで、はい、必須キャラ3体の、外れなしですね。バナーはバナーは外れなしなので、まあ、50なってる人は外れみたいになっちゃうんですけど、うん、行きたいと思います。あざす。で、出現率アップがどのくらい効いてるのかっていうのをやっぱ一番見たいと思うので、あ、いいですね、いいですよ。この枠外から出る感じはね、すごくありがたい。同栄はね、 PSR 出ないとあんまり意味ないんですよね。闇のお前もだって感じですね。はい、で次からが、SR 以上確定でございます。まあ複数以上どれだけ出るかかな、やっぱ大事なの。お、いや、なんか PSR 出やすいのかな、やっぱり。出ろ。残念。確率的には出やすいんですけどまあ結局ね、出ない可能性もあるので、2倍がどれだけ効いてるのかがすごい気になる。まあ、ノムちゃんも解放できるので OK ですね。はい、こっからが大事かな。バナーなので、まあ、とりあえず佐伯がいっぱい欲しいかな。まあ、オクタビアの解放できても嬉しいんですけど、はい、どっちかお願いします。ピンクできらん、ダメか、演出はしょぼい。あー、でも出ますね、やっぱさすがに。最近 OK、 最近、あー、浅漬けはいらない。はい、次が4回目か、4回目大事でございます。 PSR、 まあ安定してもどっうちもオクタビアも同盟も持ってないので、まあ、オクタビアか佐伯が欲しいかな。まあ、安定しなかったらしなかったで、あの PSR の解放ができるのでお願いします。まあ3人出てくれても全然いいんですけど。さあ誰、あー、なんか同盟な気がしたわはい、お、全然 OK です、全然。まあ誰来てもいいので実際。あざすということで、まあ、解放して、まあ、PSR 運用ができるっていうことだけでいいですかねって感じでございます。はい、で5回目バナーナイです、言いましょう。でタコが全然出ないね。キラーンからの、あー、でもあんま出ないなあ、どうえタコの PR だけでも出てくれると助かるんだけど。はい、ということで、あんまり収穫ないかな。はい、次がラストでございます。オクタビア確定なので、できたら PSR 聞きたいです、よろしくお願いします。手の演出は
キラーン。あ、一応演出は OK。 安定しろ、安定お願いします、お願いします。確率アップしてる、ほんと安定。やった、あざっす。これは勝った、いやーよかった、やっとオクタビアをまともに使える。まあでも40運用には変わりないんですけど、まああざっすって感じですね。はい、でこれがリセットされてるので、ちょっとまあそっちも後でいきたいとは思います。はい、いやーこれは引くしかないガチャでしたね。まあでも確率アップそんなに影響ないかもしれない。いつもよりは確定外出ましたけど、まあ言うてって感じですかね。はい、まあなのでなんかすごいめちゃめちゃ出るっていう感じじゃちょっとないかもしれないですけど、まあいつもよりは、まあ一応アップしてるかなっていう感じだったと思います。で PSR 閣下あの倍率アップまではなかなかアプリでもないので、 SR 確率アップっていうのはあるんですけど、 PSR までアップしてるっていうのはなかなかないので、詐欺じゃなければ詐欺じゃなければ引きだと思います、かなりこのガチャは。ということで解放していきましょう。佐伯と先駆けもまあ地味に嬉しい。先駆けはね全然後で使うので、いや堂江とオクタビア両方引けたのはでかいでしょう。まあ佐伯がいっぱい出て50っていうのも嬉しかったんですけど、うん、まあどっちかと投手に偏った感じですかね。受け取れません、ちょっとまったりいきます。どうえ、どうなんだろう、 SR はいるんですよね雑解放すんのもあれだしな、怖いな。フワーンって通っちゃえばなんかもうただの神回みたいになるんですけど、誰をどうしたらいいの、もう枠がないんですよ。ちょっとボックス開けれるか、あ、4体開ける位置。はい、でオクタビアはねやる気が150なので、まあ北斗とかだと50だとかなり運用しやすいのかなっていう感じはするんですけど、やっぱりねアプリと北斗のあのサクスペのね、あ違うっぽいですね、あのやる気の補正というか、全然ねやる気が不調とかでもな、何そんなになんか経験点ゼロになるみたいなことアプリは全然ないので、北斗高校ね、なんなんでしょうあれなんなんでしょうって感じですよね、ほんとびっくらでございます。どうしようかな、とりあえず混ぜちゃうか、適当に。おほほほほ、同栄フィーバーが来ている、同栄フィーバーが来ている佐伯適当に混ぜるのやだな。PR ハゲ1枚全部通らないとかあるからね、全然
ほらね。ほらね。全部通らないならもう全部混ぜてやれっていう気持ちになってきて、あのやけくそで一気にキャラがなくなるっていう、なんかそういうこともあるんですけど、残念ながらね、これが解放ですよ。ただ R はいっぱいいるな。レイリーとかも PR 通ってくれたら最高なんだけど。はい、とりあえずこんなもんでいいかな。ノムちゃんとかさ、バスッと言ってくれると助かるんだけど、結構出てんのね、ノムちゃん。ノムちゃんもね、なんだかんだ肩上限なので、結構アンドロメダとかで1枚刺したりとか、肩上限欲しいなって時に結構活躍するキャラなので解放できてるといいですよね。ということで、どうしようかな。とりあえず同栄か。おお、通るね。じゃあ、さっき6枚崩してるからね。TSR 移行していいと思うんだよな。まだ早いかな。できたら SR2 枚ぐらいで混ぜたい気持ちはあるんだけど。混ぜちゃっていいかな。ちょっと一気に混ぜたい体質なんですよね。なんか一気に混ぜた方が言ってくれる感じがするので、個人的には。これどうしよう。2個通ってくれないかな。めちゃめちゃ悩む。で、ガケさんは、ガケさん微妙だな。で、次タコさんだよね。タコさん、これが全部通らないとかだったら佐伯混ぜたいな。通ったので、タコはまあ落ち着くとして、めっちゃ通っちゃった、めっちゃ通っちゃったわ、今混ぜればよかったわっていう感じになってます。日卓はまだもらいきってないからダメ。そんな感じかな。怖っPR はね、王子に混ぜたいんだよな。 PR は王子に混ぜたいので置いときますか。なんか素材が今一つな感じがするので、はい、ということでございました。まあでも投手環境がね、だいぶ整ってきたので、ちょっと PG 目指して頑張りたいと思います。ということで、でなんかね、上限ボーナスがまた上がったみたいですね。 1.7 まで上がるみたいでございます。こんな感じみたいですね。はい、ちょっと細かい計算わかんないし、あんま気にしてないんであれなんですけど、はい、そんな感じです。で、レンチャレ、俺抜かれちゃったんですけど、多分130位ぐらいかなと思っております。以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。ということで、皆さんピースの一日をお過ごしください。バイバイ。